おっす、オラナガタ。実は私、先日ツイッターとかでもね、つぶやいてたんですけども、ガンダム40周年フェスという人生初のライブに行ってきてですね、2日あったんだけど、俺が参加したのは初日ね。そこで名だたるアーティストさんがガンダムの曲をね、歌ったりとか演奏してくれたりして、で最後大鳥に西川貴教さん兄貴が出てきて、もう初手ジップス歌って、そこからノンストップでイグナイテッドで、あとあとビギニングとかアイ戦士とか、あとガンダムならではのビジランテとかカバーして、で最後にインボーグで締めるっていうものはもう最高、めちゃくちゃ最高、語彙力ぶっ飛び、そんな素敵な体験させていただいたんですけども、そういうねライブが初めてということもあって、初めて生で西川兄貴を見たんですけども、やっぱりかっこいいですね。自分のあの前の席ら辺の女の子が高鳴りってめっちゃ黄色い線上げてたけど、わかる、俺もかっこいいってめっちゃ黄色い線上げてたもん。あの時は俺もメスだった。そんなわけでめちゃくちゃ感化されて、もともと俺が見たもの聞いたものにすぐ影響されるテンプレートオタクだから、その西川貴教さんがキャラクターボイスを務めるハイネベステンフルスが狩るグフイグナイテッド使ってきました。前置きが長かったね。っていうかね、この時期にグフイグナイテッドの動画が出たあたりで察してた人もいるんじゃないでしょうか。さて、このエクストリーム VS2 におけるグフイグナイテッドといえば、やはり N 格闘横格闘から出る後ろ派生のスレイヤーウィップランブ、ブーストラッシュキャンセルはできないけども決まれば大ダメージ超リターンがもらえる、もうこの機体の代名詞と言っていいくらいの派生ですね。もうなんならこれをやらなければなぜグフを使ってると言っても過言ではないくらい、めちゃめちゃかっこいい技ですね。そんなわけで今回の動画はその後ろ派生を何が何でも決める目ん玉かっぴらいて地位走らせて狙っていく動画となっております。といってもこの機体サブだとか、あとレバー入れ特殊射撃アシストですねとかとか、結構その後ろ派生につなげる布石は多いので、一見ロマン技みたいに見えて意外と狙えるところは多い、そんなちょっと実用方面に一歩足を踏み込んだロマン技って感じですね。ムチとかアシストから入っても結構ダメージ出るしね。そんなわけで次の対戦に行きましょう。それでは2戦目ですね。お相手 G セルフパーフェクトパックとペイルライダー、開幕はペイルライダーの方に怠慢を仕掛けに行ってダメージ取れればいいって感じですかね。アシストのセイバーガンダムが切りつけて、そこから N から即座に後ろ派生、かなり減った。あれだけで260-70は出てたような気がするけども、ていうかね、アシストのセイバーがね、思ったより優秀なんだよね。なんか下手な切りつけ系のアシストと比べるとすごい使いやすかったかな。段数が3あるのもね、贅沢でいいですね。さあ、ジーセルフビームマシンガンで止めて、スレイヤーウィップで引っ叩いて、そこから再びペイルライダーとの対マンになるか。セイバーが壊されてしまったが、ここは突っかく新規の武装ですね。あんななりしてシールドタックルなんですけど、前面に射撃シールドはついてはいなく、感覚としてはアバランチの突っかくとかは言い過ぎかもしれないけども、出てしまえば判定は強いみたいな。でも直出しするほど、格闘の性能はいいかと言われるとなかなか怪しいところはあって、さっきみたいにビームマシンガン、そこから突っかくにつなげてまた他の格闘につなげるみたいな、そんな使い方になるんでしょうかね。さあ、覚醒して覚醒技を入れて、この倒してしまったがスレイヤーウィップ捕獲のところで射撃ボタンを連打するとダメージアップするので必ずやりましょう。ここでギリギリ落ちなかった。残り体力1、相方の体力も少し不安なので先落ちするなら早めに行ってあげたいですね。向こうのパーフェクトパックが覚醒して、ここは突角で止めて後ろ派生完走すれば落ちきったが、さすがにカットされてしまったが、相方ももう持ちそうにないので G セルフパーフェクトパックに向かうか、ペイルライダーもか、そんな感じですね。ペイルにオバヒにさせられるが、パーフェクトパックの全方位レーザーのせいでダウン値がマックスになってしまった。しかし相方のピストルビットがパーフェクトパックにダメージを与えて終了ですね。この機体意外と怠慢は強い。3戦目、相方変わりましてサバーニャからダブルオークアンダですね。今回は劇場版ダブルオーにお世話になりました。だからさっきみたいな爆弾上等な戦術ではなく、一応後落ちを目指す形になってきますかね。相方がトライバーニングの方に行っているので、バサーゴに一応こちらのビームマシンガンをばらまいていきます。このビームマシンガン自体はそこまで強くないんですけども、他のね武装とすごい噛み合ってるんですよね。この機体のコンセプトもそうだけど、
メイン射撃打ちつつ相手の上を取って赤ロック継続、そこからサブにキャンセルしたりだとかアシストにキャンセルしたりだとか、まあ、そういう戦法が大体基本になってくると思うので、まあ、マシンガン自体弱くても、まあ、そこまでのイラつきはなかったですね。なんなら後続のキャンセルのやつを危惧してなんか安易な着地をしてそこでマシンガンが刺さったりだとか、そういうのもあったり。さて今のところ体力調整は完璧、先ほど後ろ派生も当てて5万円ですね。再び回避行動に戻りましょう。一応ね、後ろ角とのピョン角もあるから、まあ、そこら辺も回避に一役買っていい感じですね。トライバーニングに寝かされてしまって、いや向こうに行ってちょっと助かったのか、バサゴに再びマシンガンをばらまいていく。トライバーニングが覚醒してメガソニックが当たってしまうが、一応仕込んでいたメイン射撃ビームで助かった。相方がだんだん減ってきましたね。まあ、そちらの覚醒待ちでまだあまり下手な行動はしたくないが、トライバーニングまだ強化が続いてる感じか、スレイヤーウィップがガードされて、まあ、今の見てみれば分かる通り横サブ射撃ね、意外と射程があります。ギスと同じくらいあったりしそうだけども、相方のダブルオークハンターが覚醒してメイン射撃でよろけを取って前サブ射撃が当たらない。意外と奥行きがなかった。そこは横サブにしておけばよかったか。バサゴに相方と一緒にダウンを取ったと思ったら覚醒されて、ここは保身のために F 覚醒だけども吐いちゃいます。ここで格闘振りたいのをグッとこらえて逃げる逃げる。覚醒が終わってすぐこちらに来たトライバーニング、横サブ射撃スレイヤーウィップで一度自衛してから再び来るトライバーニング、さっきのライトニングに当たってダウンしておけばよかったかな。一応なんとかなんとか生き残ってはいたが、バサゴにブーストラッシュ格闘、少しひよってコンボがつなげなかったところ、ビームサーベルを避けてからテンペスト、そして後ろ格闘派生スレイヤーウィップランブにつなげて終了ですね。この派生ね、めちゃくちゃかっこいいんだよね。それでは4戦目、本日ラストですね。お相手ダブルオークワンタとザクアメイジング、再び相方がサバーニャに戻ったので元気よく前に出ていきたいですね。ザカメイジングの方にロックを向けてズサキャンブースト回復は完璧、ちょっと助けてあげたいか。詰めてセイバーを当てるが、こっちはハルートに掴まれてしまった。なんか似たような色してんな。さてダウンを奪われてしまったが諦めず、ザカメイジング怪しい当たり方のセイバーいいですね。そこから後ろ派生完走したかったが邪魔をされてしまったが、前サブで絶対完走するという強い意志、ダメージ持ってきましたね。さあザカメイジングも食らってきたところだし、クワンタにもう一度後ろ派生を欲張っていきたいが、さすがにカットされる。さすがにね。ここで F 覚醒が溜まっているので使ってなんとか有利に試合を進めていきたい。なんだかんだ後ろ格闘派生を数回当てているのでダメージレース自体はかなりリードしてますね。ザカメイジング、そして向こうのクワンタの接近に気づかなかった、落とされてしまって無事覚醒落ちですね。相方が E 覚醒で抜けるがなかなかまずい状況で、シールドビットをマシンガンでは剥がせなかった。ここから超気まずいお見合いになるが、横サブ射撃スレイヤーウィップなぎ払いで落として、そのまま再び横サブ射撃。やっぱりね、意外と範囲でかいんだよ。さてここからはザクアメイジング詰めていきたい。ビームで向こうの実弾が消せると思ったがそうでもなかった。接近してくるクワンタにちょっと怪しいが横サブ射撃でお帰り願って、ザカメイジングに行きたいがさすがに守ってくる。こちらもダメージを受けて結構まずい状態ですね。クワンタが F 覚醒、ここでダメージを食らうわけにはいかないので、この上下移動を利用してなんとか逃げていきたいが、しかしそろそろ捕まると思ったところでサバーニャのシールドビットが偉すぎる。後ろ格闘派生でダウィーダメージ、もう一度クワンタも視野かと思いきや、アメージングブースターにしてくれた相方そのまま落としてくれて終了ですね。以上、グフイグナイテッドでした。結構ね、楽しかったっす。この機体に合わせてくれてありがとう、西川兄貴。とりあえずは本当にメインマシンガンで上を取ってアシストが基本だね。さっきも言った通り、今作からのね、追加のキャンセルルートで特殊のアシストから後ろ角ってやつがあるんだけど、まあ上を取ってそのアシストを当てて下に行って格闘したいわけだから、まああんまり飛び上がりたくはないなってことで、そんなつうかほぼ使わなかったんだけど、実際どうなんでしょうね。新しいといえば特殊格闘ね、もうちょっとうまく使いたかったけども、結果的にそっちもあまりうまく使えなかった。ただただ後ろ格闘派生でアヘガを晒してるだけの永田でございました。さてここからは、ここまで見てくれた良い子のみんなに宣伝なんですけども、まあ昨日もねやったけど、9月22日に
プライベートマッチ永田が主催で開きます。腕とか勝敗関係ない、ただひたすらにワイワイやるだけのプライベートマッチなので、出たいよって方はその該当のツイートをよく読んだ上で9月11日水曜日の23時59分までに永田作のプライベートマッチのダイレクトメッセージ受付用アカウントまでにご一報くださいませ。それでは本日はここまで。次回と永田にご期待ください。